お偉いさんたちはなんで顔を洗う前に人を呼びつけるんだ。何かヘマしたかな。ヘルムもいないのにどうしよう。ちょっと怖い。入ってくれ。アンカーさん、先いいっすよ。やだ。来たか。二人とも、前へ。バーニンガムさんだけじゃなかったのかよ。私たち本当に何かやらかしたのかな。ヘルムもいないのにどうしよう。時間がないから手短に話そう。地上の海にタイラント級ラプチャークラーケンが出現したため、カウンターズおよび関連ニケが孤立している状態だ。結論から言って、アドマイヤー号の出撃が決まった。イージス部隊のリーダーであるヘルムが不在のため、君たちにこの任務を頼みたい。最終目標は、彼らが無事に生還すること。その過程で必要ならば、クラーケンを倒さねばならないだろう。必要な人員と物資を集めて行ってきてくれ。今回のことがうまくいけば、いろいろなことが変わるはずだ。なるべく早く出撃してほしいが、準備は徹底すること。最善を尽くしてくれ。これは一体。そして現在、あちらとは通信できない状態だ。だから君たちの活躍が重要だということを忘れないでくれ。わかったか。わかったっす。わかった。分かりきったこと言うんじゃねえ。できるわけねえだろ。じゃあどうする。聞いてなかったのか。必要な人員と物資を集めろって言ってただろ。だから役に立ちそうなやつを探すんだ。そっか。誰に助けを求めればいい。そりゃあ、とりあえずアドマイヤー号に戻ろうぜ。それからゆっくり決めるんだ。うん。アンカーさん、もしかして緊張してんのか。私？うん。私と同じだな。マストも緊張してる？緊張しすぎて手汗が止まらねえや。それだけ。
成功させたいってことだよな。ヘルムさんが海にいるアドマイア号を見たら大喜びだろうな。それに私たちもずっと夢見てきた瞬間だろう。だから頑張ろうぜ。ところでさ、こいつら誰だ？ですよね。うん、はじめまして。私はアドマイヤー号の点検担当31号です。え？アドマイヤー号の点検担当だって？アンカーさん、聞いたことあるか？ないよ。それ、アドマイヤー号は巨大な軍艦なので、出撃時に多くの準備を必要とします。そのため迅速な補給と出撃のために、私たち量産型ニケが常に待機しているんです。アドマイヤー号とエレベーターの点検チームに分かれています。今日の明け方にアドマイヤー号の出撃命令が下され、全員で作業を進めておりました。3時間以内に完了する予定です。こんなシステムだったなんて。ヘルムさんはこのことを知ってるのか？はい、もちろんです。へー。では点検が終わったらご報告します。もう準備はできてたんだな。いつでも必要な時は戦えるように。じゃあ私たちは荷造りすればいいだけだね。そうだな。忘れ物がないよう、しっかり準備しようぜ。ご報告いたします。アドマイヤー号の本体およびエレベーターの点検が完了しました。サンキュー。いえ、これが私たちの仕事ですから。他の場所も全て問題ありません。しかし。しかし？上部の外側にあるレーザー砲は一発しか使用できません。作られてから一度も使用されていないため、状態がよくありません。何発も撃つとアドマイヤー号自体が丸ごと吹き飛ぶ恐れがあります。交換とか修理はできないのか？方向部分を完全に交換する必要があり、該当の部品を交換すると出撃が約1週間遅れます。それでも交換しますか？1週間も。今あっちで何が起きてるのかわからねえんだ。この大砲一つに1週間もかけてらんねえや。わかりました。では出撃準備はここで終了します。どうかご無事で。いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。
みんな、この瞬間のために待ってたんだな。会えて嬉しかったよ。みんな、かっこいいね。とんでもありません。今日のことは忘れないぜ。無事に帰ってくるからな。ついに出発するぜ、アンカーさん。準備はいいか？うん。よし、エンジン全開。ん？アンカーさん、悪いけどエンジンってどうやってかけるんだ？知らない。エンジンって書いてあるボタンないの？ないぜ。アドマイヤー号はいつ出撃することになるかわからないわ。だから基本的な知識を常に身につけておいてね。アドマイヤー号のエンジンはイージス部隊以外にはかけられないようになってるの。万が一に備えるためよ。アドマイヤー号の基本であり一番重要なエンジンのかけ方から教えるわ。それは、あ、鍵、エンジンをかける鍵があるって言ってたぜ。ここのどこかに。あった。おお、賢いね、マスト。当然だぜ。じゃ、エンジンをかけるぞ。あ、アッカーさんがやらねえか。やだ、怖い。緊張する。夢にさえ見たことないアドマイヤー号の出撃が今この手にかかってるんだぜ。指が震えちまうな。うん。お、一緒にやろう。そうだな。ついに、ついに、ついにアドマイヤー号が目覚めるぞ。これがアドマイヤー号の声。イージス部隊、海に出撃だ。ヘルムはいないけど。ゲートオープン。アドマイヤー号出撃1分前。入り口を開放します。こんなことまで喋るのか。だんだん天井に近づいてるような。うわあ、下にプールの水が溜まってるよ。あ、なるほど。大きなアドマイヤー号をどうやって地上に上げるのか不思議だったけど、この空間自体が大きなエレベーターだったんだな。上がって
地上に着いたのか。真っ暗だね。この姿を一緒に見られたらよかったっすけど、無事っすよねヘルムさん。ふう、半日くらい経ったかしら。あいつは動く気なさそうね。ある意味平和すぎて心配だわ。このままずっと待ってるわけにもいきませんよね。どうしましょうか。皆さん、釣り竿を作ったんですが、見てみませんか。これで食料を手に入れられるのでは。この間見たんですけど、ここって魚がたくさんいるんですよ。それで魚が釣れるの？見ててくださいよ。大きな魚を釣ってきますから。ネオン、悪いがそれは釣り竿にはならんのじゃ。それは衝撃的ですね。聞かん。何か手がかりでもつかめた？ええ、海の中を確認してみたけど、クラーケンの触手がこの島全体を包み込んでいたわ。クラーケンの目的は本当に私たちをこの島に閉じ込めておくことかもしれない。理由はわからないけど。となると、あいつはずっとあそこから動かんじゃろうな。ほんまかいな。干からびてカピカピになれっちゅうことか。脱出しないと。何かアイデアがあるんですか？ないわ。だからこれから考えるのよ。みんなで知恵を出し合って考えましょう。ここから脱出する方法を。よーし、じゃあ各自アイデアを出してみて。この状況からどうにかして抜け出す方法を。些細なことでもいいわ。クラーケン、動力、多い？いや、少ないはずじゃ。この島の小さな発電所から電気を引っ張ってきた状態だからの。目覚めはしたが、ベストコンディションではないはずじゃ。だから私たちを閉じ込めたのかもしれぬ。つまり、あいつは私たちを餌として閉じ込めたんじゃろうな。最悪ね。プリム、どうしてクラーケンの動力について聞いたの？あ、クラーケン、動力、少ない。動力、消費するまで寝る。すごい計画。いい計画ですね。何言ってんのよ。まあ聞いてくださいよ。
どちらにせよここでじっとしていれば何も起きませんよね。それならアドマイヤー号が来るまでここでじっと待っていればいいんですよ。その間にクラーケンの動力が尽きれば最高ですね。まさにそれ。せやな、わざわざ危険な冒険をする必要はあれへんねんな。残りの食料を確認してみるわ。はあ、誰かさんがバーベキューパーティーなんてしやんかったらたっぷり残ってたんやけどな。それは悪かったと思ってるわよ。まさかこんなことになるなんて。でも美味しかったですよね。食料が足りないなら私が魚を釣ってきます。とりあえず島で待機するってことでいいのね。海の道が閉ざされるまではそれしかないやろな。じゃあ何をしましょうか。何もせずに待ってるのは退屈ですよね。クラーケンの隣でワイワイ騒ぐのも面白いかもね。でもこのままじっとしてるわけにはいかないわ。じゃあこういうのはどう。アドマイヤー号が私たちを早く見つけられるように灯台みたいなものを建てるの。おお、それはいい考えじゃな。座標は分かっているはずじゃが、灯台があればもっと分かりやすいじゃろう。すぐに作業を始めるとしよう。灯台といえば高くて明るいものじゃ。でも時間も素材も足りないからなるべく効率よく作らないと。私が指示する素材を集めてくるのじゃ。私はここで構想を練るとしよう。よいしょ、これならぴったりサイズですよね。リターがこういう岩も持ってこいって言ってたの。いいえ、前に本で読んだんですが、島に閉じ込められた時はこういう大きな石で砂浜に SOS って救助信号をかけばいいそうです。そうすれば通り過ぎる船や飛行機がそれを見て助けに来てくれるそうですよ。船、飛行機。はい、船、飛行機と。船はアドマイヤー号、飛行機はよくわかりませんね。今地上に飛行機なんてあると思う？それにアドマイヤー号が私たちを助けに来るのは分かりきってることじゃない？ああ、じゃあ SOS の代わりにウェルカムって書きましょうか。もっと石が必要ですね。ふむ、特別に手伝う。ほう、ありがとうございます。素材はこれくらいで良さそうじゃな。作るのにどれぐらいかかる。それほどかからんはずじゃ。整えずにただ高く積む予定じゃからの。他に手伝うことはない？大丈夫じゃ、気が散るだけじゃから遠くで遊んできておくれ。わかったわ。ふう、ご覧ください、これがアドマイヤー号に送る救助信号です。
そうですね。でもこれはアドマイヤー号だけに送る信号ですから。遠くから見たらこの石が文字に見えるの？はい、その予定です。早くアドマイヤー号が来るといいですね。そうね。アニス、ん？聞きたいことがあるの。あなたたちはどうしてアドマイヤー号が来ると信じているの？私が言うことじゃないけど、絶対に来るっていう保証はないわよね。何よ、急に不安になっちゃったの？アドマイヤー号が来ないかもって？そうじゃないわ。アドマイヤー号は来る。私は信じているから。でも、あなたたちは違うでしょ。正直、一度くらいは誰かが言うと思ったの。アドマイヤー号が来るっていう確証もないのに、どうしてその話ばかりなのかって。実際、本当にアドマイヤー号が来るって信じてる人は少ないはずよ。え？じゃあ、どうして？ヘルム、私たちは、あなたを信じてるの。それに、信じられるものがないと、閉じ込められて暮らす生活には耐えられないでしょ？みんな平気なふりしてるけど、ちょっとは焦ってるはずよ。もちろん私もね。アドマイヤー号は今の私たちにとって灯台みたいなものなの。唯一道を照らしてくれるもの。これで謎は解けた。ええ、ありがとう、アニス。もっと気を引き締めないと。今日も最高の天気ね。クラーケンも相変わらず最高におとなしいですし。アオニサイ、灯台が完成したぞ。見た目はちょっとあれじゃが、まあいいじゃろう。灯台の役割は果たせるはずじゃ。わあ、遠くからでもよく見えそうね。あとはアドマイヤー号が来るだけですね。そうね。四季君、海の道側の水位がどんどん高くなっています。あそこが浸かったら最後の出口が消えるのよね。次に道が開かれるまで待たなきゃいけないって。ま、大丈夫でしょ。もう少しだけ待ってみましょう。大丈夫じゃない！どう考えても他の方法を考えるべきよ。唯一の陸路が閉ざされるというのが少し心配ではあるの。いい感じの脱出アイデアを持ってる人いない？私あります。地面を掘るんです。アークに向かって。その前に私たちが干からびちゃうわよ。やっぱりクラーケン、動力、消費するまで、寝る。すごい、計画。まともなアイデアはないの？そろそろ食料も尽きてきてるわ。海の浅い方には、魚もあまりいないし。それか。
ちょっと無謀な計画ではあるけど、いっそ全力でぶつかってみるのはどう？いきなり？それなら最初から戦った方が良かったんちゃう？ここでできることは全部やったし、あとはもう待つしかないでしょ。アドマイヤー号は来るだろうけど、それは明日かもしれないし、10日後になるかもしれない。その間にクラーケンが突然私たちを攻撃するかもしれないし、自然災害で島が崩れる可能性だってある。とにかくここで孤立したままただ待つのは辛いってことね。私はアニスの意見に同意するわ。このままアドマイヤー号が来るのを待つだけっていうのは無謀すぎる。でもそれで全滅したら、何があっても指揮官だけは無事に送り届けないと。じゃあ目標をクラーケン大地じゃなくて指揮官様を無事に向かい側の地上へ送り届けるってことにして、なるべく指揮官様の安全を守るってことにすれば。そんなことできるでしょうか？クラーケンが触手を一度振り回すだけで全員吹き飛びそうですけど。だから作戦を練らないと。正直この方法も海の道が閉ざされたら試すことさえできないわよ。決めるなら今ってことね。指揮官、大丈夫ですか？一歩間違えば非常に危険な状態になります。じっとここで待っている方が賢明かもしれません。ラジャ、はい、大丈夫です。あの道に蜂蜜でも塗ってあるの？びくともしないわね。今まで手に入れた情報を整理してみましょう。1つ目、クラーケンは海の道から動く気がない。だからクラーケンを島におびき寄せて指揮官様を送り届ける作戦は最初から失敗。2つ目、道を渡るときに一番前にいる対象を集中攻撃する。指揮官様は絶対に後方にいないとね。3つ目、水中で近づくと反応が遅い。これはヘルムに頑張ってもらうしかないわね。ほんの少し姿勢を反らす程度しかできないはずよ。だからなるべく気をつけて。じゃあ私が先頭に立つからみんなフォローお願いね。うん、先頭に立ってかっこいいところは全部持っていっちゃうんですか？ちょっと嫉妬しちゃいますね。じゃあネオンがやったら？それは遠慮しておきます。何なのよ。ラピは後方で指揮官を守ることだけに集中して。ラジャ、もしもの時は島に戻れるよう安全距離を保つわ。オッケー。正直この方法が正解なのか分かんないけど、私が余計なことを言ったせいでみんなを危険な目に遭わせるんじゃないかって気もするし。もう遅いわ。自分の言葉を信じて責任を持って。ヘルムには簡単かもしれないけど私には難しいのよ。いいえ、簡単だから言ったわけじゃないの。
みんなあなたを信じて、あなたの選択に従ったのよ。だからアニスにも自分を信じてほしかったの。もう後戻りはできないから。そうね、このタイミングで弱音吐いたって無駄よね。私たちならできる。みんな無事にこの島から出よう。じゃあ決めた通り順番に道を渡るのよ。ただし途中でポジションを変えながらね。戦闘が一人に集中しないように。ええ、途中までは私も一緒に渡って、触手が現れたら海に入っておびき寄せるわ。了解。アニス、後ろ、配置完了。プリムの後ろにいます。ネオンの後ろに立ったのじゃ。ばあちゃんの後ろに立ったで。ヤンの後ろにいますね。先輩の後ろにいます。指揮官、何があっても前には行かないでください。私の後ろにぴったりくっついていてください。安全距離に配置完了。渡ろう。 OK、 行きましょう。ストップ。ここが中間地点よ。指揮官、緊急時には指揮官を抱えて走らなければならないので、許可なく触れる点をご了承ください。思ったより触手のスピードが速いですね。でも私の弾丸よりは遅いですよ。かー、後ろフォロー中。思ったより順調におびき寄せてますね。私たちもそろそろ前に進みましょう。私がアニスの後を追いかけます。はい、モルト走るのじゃ。アニス、そろそろうちと交代や。オーケー。少し怪我はあるかもしれませんが、このまま行けばすぐに陸地に着きそうです。
ついに本体のお出ましね。が出てくるのを見てとっさに泳いできたの。完全には避けられなかったけど、でもよかったわ。これからは触手じゃなくて他の攻撃が来るかも。だからなるべくうまく避けて。 OK。 四季君、今までのように平和に道を渡るのは難しそうです。絶対に離れないでください。スピードを上げます。アニス、師匠とラピが私たちに近づいてます。私たちが遅いってことね。触手にレーザーに、これ以上どう早く進めって言うんや。でも絶対に追い越されちゃダメ。戦闘を守って。タイミングを見ていけそうならもう一度海に入るわ。何？触手、触手がヘルムを引きずり込んでるんや。計画を変更します。戦闘が私たちに合わせてスピードを上げてくれると思いましたが、クラーケンに足止めされているようです。ダメです。戦闘側に近づくのは危険すぎます。後ろについて引っ張って。せやな、銃なんて意味あれへん。みんな後ろに続くんや。よし、1、2の3で思いっきり引っ張るわよ。1、2の私とペッパーは大丈夫です。すぐに攻撃が来るはずです。
早く逃げましょう。幸い砂ぼこりもすぐに収まりましたね。アニス、アニス、足から血が出てます。あんたずっとヘルムを使ってたんか。話すわけにはいかないでしょ。ヘルムを引き上げないといけなかったんだから。逃げるなんてみんなずるいわよ。アニス、どうして。話は後で、今は逃げるのが先よ。走って。アニス、大丈夫。大丈夫じゃなかったらおんぶでもしてくれるの。冗談。何してるの。話してよねえ。あなたもさっき話してって言ったのに話さなかったでしょ。だから私も話さないわ。あれは緊急事態だったから。今は違うっていうの。いや、ちょっと気にして。大変なのは私じゃなくてヘルムなんだから。みんな無事のようです。あいつめちゃくちゃ怒ってるよね。おそらく今更逃げられないし。そうね。今どのあたりまで進んだのかしら。まだ半分も来てないはずよ。微妙ね。じゃあ仕方ないわ。思い切ってぶつかるしかないでしょ。ラッティー、私の声聞こえる？聞こえる。今から私たちのことは考えないで陸地に向かって全速力で走って。それがベストよ。指揮官様だけでも守らなくちゃ。ラジャ、はい。この狭い道であの大きさのラプチャーと戦うのは自滅行為と言えるでしょう。だから二人がクラーケンの相手をしている間に、私と指揮官はなるべく早く陸地へ向かいます。他に方法がないんです。今の状況で真っ向から戦っても勝ち目がありません。私たちの任務は指揮官をお守りすること。分かってください。申し訳ありません。あれ、ラピが師匠を抱えて走り始めました。オーケー、戦闘を奪われないように急ぐわよ。アニス、フォローお願い。怪我してるんだから無理しないで。あなたはどうするの。走らなきゃ。もうみんな自分勝手なんだから。だからって私をここに置いていかないでよ。いいえ、おそらく追いついてくれるはずです。今のスピードじゃ危険よ。ひとまず、指揮官大丈夫ですか。
丈夫よ。今は私がターゲットのようね。ヘルム、私とポジションを変わって。今の状態じゃすぐに崩れるわ。でも戦闘が崩れたらその次は指揮官よ。自信はある。疲れてるでしょ。頼むわラジャ。指揮官、ヘルムから絶対に離れないでください。心配しないで。何があっても機関のことは守るから。私たちも急ぎましょう。全体を攻撃する気ね。隠れる場所がないわ。どうすれば。ごめんなさい。すぐに上がろうと思ったんだけど、思ったよりミサイルの爆発が遅くて。失うわけにはいかない。体が重いけれど、ここで指揮官だけは助けないと。起きるのよヘルム。そして走って。足がまともに動いているのかもよくわからない。でも指揮官の顔が遠くに見えるってことは、私ちゃんと走れているのよね。あれ、でも私の足は動いていない。おかしい。まず私の後ろへ。ヘルムは大丈夫よ。だってイージス部隊だもん。元気に泳いで戻ってくるわよ。だから指揮官様はしっかりして。その通りです。海に落ちたので
衝撃も吸収されたはずです。ヘルムを信じてください。でもだいぶ進みましたよ。師匠をみんなで守りながら渡れば。待って、攻撃止まった。異常。え？本当ね、攻撃も動きも止まってるわ。警戒を緩めてはならん。今度は何を仕掛けてくるかわからんぞ。にしてはずいぶんおとなしないか。なんで急に？ずっとあそこから動かなかったのに、急に譲ってくれる気になったの？でも、だんだんこっちに近づいていませんか？危険そうには見えませんが、不安ですね。こっちに来てるんじゃなくて、私たちを追い越そうとしているみたいね。後ろに行こうとしてる。こいつ、急にヘルムを狙い出したの。あれ、あれは何？体が重すぎる。泳ぐ力もない。本当にバカみたい。ジタバタあがいたって結局こうして沈むのよね。指揮官は大丈夫かしら。マストとアンカーはどこにいる。到着したのに私がいなかったらすごく心配するはずだわ。意気込んできたのになんだか恥ずかしい。でも、きっと大丈夫。みんな誇り高き、イージス部隊だから。だんだん息が上がって、まぶたが重くなってきた。でも、最後を海の中で迎えられるなら、そんなに悪くはないかも。あの遠くに見えるのってもしかして私が想像してるあれ？そうよ。あ、指揮官はまだ見えないのですね。もうすぐ見えるはずです。とても頼もしい援軍が到着しました。
どうしてこんなに遅くなったのかは後で聞くわ。来てくれたお礼も後で。とりあえず今は手を貸してくれない？あいつっすか。うちのヘルムさんをこんな風にしたやつは。遠くからも感じたよ。不愉快な電波だね。許せない。ヘルムさん、指示を。諦めようと思ってた。全てを手放そうと。みんながずっと私を引っ張ってくれていたのに。マストとアンカーも諦めずにここまで来てくれたのに。これ以上失望させてはダメ。なぜなら私は誇るべき。私たちの目標はただ一つ。クラーケンを撃破し生き残る。いいわね。あいあいさ。わかった。全員衝撃に備えて陣営を守って。触手が選手にくっついちゃった。このままじゃ危ないよ。クラーケンの急所である触手の内側を狙うわよ。そのためにはアドマイヤー号についた触手を剥がして本体をひっくり返す必要があるわ。だから本体の中心を集中攻撃する。そして触手が剥がれた瞬間を狙うのよ。わかったっす。わかった。よし、目標クラーケン全方門解放。エンジン出力最大。アドマイヤー号リーク発進。射程距離確保。車線上に障害物なし。砲撃準備発射。よし、今よ。アルマイヤースタンバイ。イージスキャノンをクラーケンの中央へ。アドマイヤー全速前進。任せてくださいっす。座標確認。いけるよ。イージスキャノン最大出力。28%、 56%。 77%、 97%。 あと少し、ほんの少し。そうすればクラーケンがひっくり返るはずよ。 100%。 あと少し。
少し。今よ、発射。よし、今よ、もう一度アドマイヤスタンバイ。マッツス、ヘルムさん、イージスキャノンは1回しか使えないらしいっす。使わなさすぎて内側がなんとかって言ってたんすけど。あの巨大なクラーケンをなんとかひっくり返すことはできた。イージスキャノンはもう使えない。普通の銃ではいくら内側を正確に狙ってもこの距離から倒すのは難しいだろう。となればそうね、お願いすれば。全員射撃中断。ただいまよりクラーケンとの接近戦に突入する。アドマイヤー号、クラーケンに向かって最高速度で突進。本体との距離は3000、約2分40秒後にぶつかるよ。了解。危険な命令を下してごめんなさい。ヘルムさんの命令にはいつもちゃんと理由があるじゃないですか。謝られたら寂しいぜ。心配しないで、私たちはヘルムを信じてる。ええ、みんな強い衝撃に備えて。了解っす。10秒5秒、ぶつかる。みんな頭を下に。
度が落ちてるっす。これでもダメなの？反応もかなり弱まってるのに、このままじゃ終われないっす。そうよ、まだ諦めるには早い。私を信じて。私もあなたたちを信じるから。急に熱い涙が溢れ出した。理由はよくわからない。生きていることに安堵したせいか、クラーケンを倒せたからか、それとも聞いたって意味ねえよ。それはそうだね。でもこれだけは伝えたかったっす。ちょっと遅れちまったけど、イージス部隊マスト海、イージス部隊アンカー集合したよ。流れる涙の意味がやっとは、ようこそ海へ。この広い海の上であなたたちと一緒にいられてよかった。
私の声が聞こえるか。よかった。どうやらアドマイア号がいいタイミングで到着したようだな。だが生きている。状況報告を頼む。被害も小さく、海上ラプチャーに関する情報も約100年ぶりに更新できそうだ。詳しいことはアークに戻ってから聞くとしよう。まずはそこで1週間ほど休んでから戻ってきてくれ。アドマイア号がいるんだ。何の問題もないだろう。道が閉ざされれば地上のラプチャーも上陸できない。それに海上ラプチャーの信号はもうないのだ。この間の件もあるからな。思う存分遊んでくるといい。礼を言うのはこちらだ。突然の事態によく対応してくれた。ではゆっくり休んでくれ。1週間もっと寝る。最高。指揮官、それほど心配はいりません。今は眠っています。え、ヘルム寝ちゃったの？早く起きて一緒に遊べたらいいな。アニス、アニスもまだ患者だってことを忘れないでくださいね。はーい。みんなヘルムさんのせいで苦労かけちまったな。この島に来てから任務の話ばっかしてたんだろ。私の予想は外れたことがねえんだ。あなたたちすごく素敵だったわ。遠くから見えたアドマイア号とクラーケンのあの手に汗握る戦い。そうですね、クラーケンが叫びながら触手でアドマイヤー号を掴んだその瞬間、アドマイヤー号に光が集まり、ドーン、ドーン。後ろにひっくり返ったクラーケンの胴体をすかさず集中攻撃。私はこれからアドマイヤー号を火力の目標にします。今は水力のネオンじゃなかったの？火力と水力どちらも扱うんですよ。そんなかっこよかったか。ここに来るまではドタバタだったけど、マストがうっかり暗礁に。そういうことは言わなくてもいいだろう。とにかく本当にすごかったわよ。これで映画を撮ったらかなり稼げるんじゃない？そうやってビジネスアイデアをペラペラ話したらあかんって何遍も言うてるやろ。当たり前や。アドマイア号は広いからな。あの大きいのが全部中に入ったで。まったく、
ヘルムさん、もう起きたっすか。あ、ごめん、うるさかったわよね。いいえ、こんなに楽しそうにおしゃべりしてるのにじっとなんてしてられないわ。メアリー、無理はしないから私も参加していいかしら。どうしましょう。私たちおとなしく遊ぶから。水で岩を割ったりとか岩でバレーボールしたりとかそういうのはしませんので。嘘が下手じゃの。アニスとネオンの言葉は全く信用できませんが、ヘルムは頼もしかったので特別に許しましょう。ただし私が許可するまで泳ぐのはダメですよ。わかったわ。行くわよみんな。今度こそ海を楽しみましょう。バイ。はーい。みんなご苦労様。おかげでクラーケンに関する貴重なデータも確保できたし、誰一人大怪我することなく無事に帰ってきてくれた。この戦場パーティーはその労をねぎらうために開催した。心ゆくまで楽しんでくれ。やったー、美味しそうなものばっかりね。何から食べようかな。こういうのより現金もらった方がええんやけど。ま、せっかくやし楽しませてもらいましょうか。客室どこ。睡眠必要。ここでも寝るのね。機関、それからみんな遠慮せず好きなだけ食べて楽しんで。わあ、ヘルム、とっても綺麗です。ドレスがすごくお似合いですね。ありがとう。今日は私たちもパーティーに招待された客なんだぜ。だからラム酒一口くらいはいいだろ。もちろん気にせず飲んで。あい、仕事しなくていい、掃除もしなくていい、最高。普段どんな扱いを受けてるのよ。しかしまたこのプールにアドマイヤー号を置くことになったのかい。大活躍したんじゃからもっといい待遇を受けるかと思ったんじゃがの。それでいろいろ揉めたみたい。こういう大事な場面で必要だっていう意見と、100年に一度しか必要にならないなら役に立たないのと同じだっていう意見があったみたい。結局お金はかかるけど修理と補修をしてプールに保管するってことになったの。全然、正直あそこまで壊れたらこの機械に捨てられてしまうんじゃないかって怖かったのよ。また一緒にいられるだけで私は十分。それにいつかまた海に出るはずだから。だからここにいるみんなに感謝を伝えたかったの。一緒に海に行こうって言ってくれたこと。私を信じてアドマイヤー号を待ってくれたこと。私を離さずにいてくれたこと。一緒に遊んでくれたこと。みんなありがとう。
そんなこと言われたら照れるじゃない。まあ、せやな、こっぱずかしいで。いいじゃないか、私はこういう雰囲気も好きじゃがな。そうじゃろ、ボルト。私たちもとても楽しかったです。また一緒に海に行けたらいいですね。私はまだ水力を極められてないので。そうですね、その時はみんなでゆっくり休めたらいいですね。今回も結局遊んじゃいましたけどね。それはそうね。今さらだけど、やっぱりアドマイヤー号には海が似合うわね。ヘルム、マスト、アンカー、あなたたちにも。うん、当然だろ。心配しないで、また海に出られる日が来るわ。アドマイヤー号は広い海をかき分けて、私たちはその上で戦闘準備をするのよ。私たち4人はアークで唯一無二の海軍、イージス部隊だから。